秋田県立秋田西高等学校は、秋田県片上市に所在する公立の高等学校。校訓は、豊かな心、調和の姿、創造の道。校章は、秋田武器に3本のペンを配置したもの。2年次より、文系、理系に分かれ、3年次ではさらに国公立、私立大学の志望ごとに分けられ、受験対策が行われる。昭和50年代前半。 ベビーブルーム世代の高校入学を控え、秋田県では新設高校の設置が複数なされた。その中でも目玉とされていたのが秋田西高校である。当時、秋田市を中心とする中央学区では受験生の増加による受験倍率の高さから新設高校の設置が課題となっていた。その際、設置される高校名は原則として高校が所在する 自治体名を使用する方針を県側は示していたが、秋田市内の進学校と同レベルの進学校の設置を目指していたため、片上市に設置するにもかかわらず、校名を秋田西高校とすることで地元に説明し、反発を受けるが、最終的には秋田西高校で決定に至った。そのため、開校時は結果も必要とされ、 第一期生をはじめ早々期の進学実績は相当なものであり、秋田県内では伝説的進学実績と言える結果を残している。これについては、当時の学校法でも他校から脅威だと呼ばれた話が記載されている。現在では、県内では進学12校に数えられる。創立以来、ソフトテニス部、剣道部が伝統的に強く、剣道部は男女とも、 東北高校選手権を制するなどの成績を残している。ソフトテニス部は女子が2006年、2007年と県総体で2連覇を果たすほか男女共に各大会において上位入賞をしている。また近年では水球、サッカー、バスケットボール、陸上部が強く、サッカー部は2001年に全国高校サッカー選手権に初出場を果たしている。 バスケットボール部は男子が県総体の上位校の常連であり2011年の2011熱戦再来北東北総体においてインターハイ発出場を果たしている。文化部では文芸部が地元のテレビで取り上げられたり俳句講師園の出場するなど運動部文化部ともに素晴らしい功績を残している。河合塾ガイドライン2009年11月号26ページ 秋田成功公式 HP より、ありがとうございます。